え皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございますの方はおはようございます中村優平です今回は偉人たちの個性新薬久々にやってまいりましたはいこのね偉人たちの個性新薬という企画はですねあ過去のね偉人の方々をですね中村優平の個性新薬で勝手に 分析させていただきまして、ぜひ楽しんでいただきたい。そういった企画になっております。えー、自分とね、動物が同じだっていう人はですね、ぜひ参考にしていただき、えー、自分はね、あ、こんなことができるかもしれない。こんなふうに成功できるかもしれない。そんなふうにね、思って楽しんでいただけたら幸いでございます。はい。ぜひ最後まで見ていってください。面白いと思った方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方をよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。本日はこちら。ウォルト・ディズニーでございます。はい。 知らない人いませんよね。絶対知ってますよね。はい。ね、ディズニーランド、ディズニーシー行ったことね、多分ね、1回くらいはね、ほとんどの人がね、あるんじゃないかなっていうふうに思います。しかし、ウォルトディズニー作った方はもう、ね、全知っている歴史を知っているこういった人はですね、非常に少ないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。今回はこちらを紐解いていきましょう。ウォルトディズニーですね。生まれたのは1901年。 そして亡くなったのが1966年アメリカシカゴ出身でございます生まれたのは12月5日はいここで出てきますファイブアニマルはいウォルト・ディズニーのファイブアニマルはこちら端っこですいません今回はですねメモ書き、えー、中村平がですねあのこれをね発表する前にメモ書きでザーって書いたものが いいかなと思ったんでこのまま書いてちゃいました。いつもこんな風に書いております。はい、えー、ちょっとねぐちゃぐちゃしてますけども、まあ、情報量は多いのかなということでぜひ、えー、こちら、えー、見てもらえたらいいかなっていう風に思います。はい、えー、最初ですねこちら子供時代どんな感じだったか。ウォルトディズニーはですね実は裕福ではなかったんですね。はい、えー、っとねおじいちゃんっていうのは割と成功された方だったみたいなんですけどもお父さんがですねうまくいかなかった。 食をね、転々としたんですよ。はい。それによって、えー、子供時代はですね、非常に、えー、苦しい家計だったんですね。でそれによりです、えー。小学校で新聞配達、ね。しかも新聞配達を朝と晩やってたんですよ。しかも、10歳から6年間ずっとやってたんですね。家計を助けてた。 そして今までのね偉人たちの個性侵略でもちょこちょこ出てきましたけど結構やっぱり幼少期にね苦労されてる方多いんでよく全体に出ましたけどもこういった感じでえ辛いとですねこの希望そしてえこちらえ意思決定ですね、まあ、こういった希望ですね特にこの希望の動物が幼少期に苦しいとなんかこう強くなってくっていう傾向があるんじゃないかっていう、まあ、これもね中村悠平の勝手な分析ですけども、はい、それをウォルト・ディズニーにも 感じました。はいそれによって苦しい幼少期を経て、まあ孤児化羊っていうね。まひ、あ、と思考ですね。人の役に立つ。まあ、この医師がま非常にま質素となったんじゃないかなっていう風に思いました、えー、そんな風に家計を助けしてたわけですけどもまあ、その中でもちゃんと、えー、自分のね。夢は、えー、持っていましてですね。それが。 漫画家だったんですねウォルト・ディズニーは、えーとね、絵を描くことが非常に得意で好きだったんですよ、はい、自然の絵を描いたりとかあとねあの鉄道が好きだったみたいでそういうのよく描いてたらしいんですけども、はい、でそして描くだけじゃないそれを売ったりしたんですね家計を支える一つの手段として売ってたんですよすごいですよね9歳10歳の小学生ですよはい。 といいうことをやっていたしかしまあそこをちゃんとお金に変換していくこの考えは真ん中のね虎なんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたはいそこをね全く考えてない度返ししてる例えば僕のイメージとしては大物志向こういうんだったらちょっとそこまでね行かないんじゃないかなっていうふうに思ったのでここで、ね、虎出てきたんじゃないかなっていうふうに思いますでかつ友達を楽しませただ稼ぐだけじゃない、えー、人を喜ばせたいやっぱりここに人 人志向はやっぱりねかなりウォルト・ディズニーは強いんじゃないかなっていうふうに思いますまあ小鹿がね2つ入ってますし羊ここは囲まれてますんでまあ人志向強いんじゃないかなっていうふうに思いましたまあそれにより、まあ、人を喜ばせるっていうのも、えー、同時にあったっていうのがありますねでえっ、ー、とウォルト・ディズニーはですねこの人単体でディズニーを作り上げたっていうのが、えー、とイメージかもしれませんけど実は違いましてお兄さん ロイ・ロイ・ディズニーっていうねこの方はね非常に重要なんですよこの人がいなかったらディズニーランド絶対できてません。はい、でこの八個上のお兄さんですね。でこののお兄さんががディズニーが子供の時 から、えっと、ものすごいね、八個目だったんですけども、すごいね、世話をしてあげてですね、もう本当、このお兄さんのおかげで、ディズニーは、えー、よく座ったっていうぐらいの感じでございます。えっと、まあ、そんな感じのね、苦しい幼少時代だったんですけども、えー、まあ、そのね、行動力、書きましたね、行動力、もうしかも、圧倒的って書きました、もうね、トラ、ね、このね、ディズニーの生涯、今回はですね、この半分ですね、半分丸なんですけども、その中を通しても、やはり、 虎のね。このね。行動力とエネルギー。もうこれをひしひしと感じました。はいね。もう圧倒的な行動力。これに尽きます。ディズニーね。はい。で、えっ、ー、とまあ、そういうね苦しい幼少期を経たんですけども、そこからまあ成長しまして、こちら高校生に上がります。で、その時に15歳新聞配達は依然継続中ということで。 4時半起きだったんですすよ考えられます学校の時に時に4半起きで新聞配達した後に学校に行くそして学校終わった後なんと夕方の新聞配達をしてその後に週3回夜間で絵の勉強をしたんですよねディズニーはすごいこれね多分虎じゃないですねできない、うん、もうほんとめちゃくちゃハードな生活ですザ・虎って書きましたけどまさに虎ですはい。 でえーとまあ、その中で高校の高校の校内誌の,のボイスというのの中で,です、ね、漫画の方を描き始めました、はい、非常に、ね、好評だったようですね。で、えーとまあ、そんなスクールライフを送っしたわけなんですけどもその中で何が起きたかっていうとこちらですね結構ね望まない従軍っていう、ね、イメージで結構話してる動画っていうのも、ね、あとあのブログとか。 あのいろんな記事はあったんですけどもこれはディズニーは望んで従軍してるんですよ。うん、でそれは愛国心ですね、はい、でやっぱりこのね。 鹿羊っていうね、まあ、人志向っていうところでやっぱりね羊とか子鹿入ってる人ってなんかね地元を愛する感ね強い感じがするんですよ。これは僕のやっぱり独断と偏見でございますあと経験でございますなんですけどもだからやっぱりアメリカの中では随に転々としてますけどもやはりそのアメリカという国自体を愛するのは、まあ、生涯を通してかなり強かったみたいですね。で、えー、っとその中で,でも当時15歳なんで従軍できなかったんですよ。どうしたか年 お兄さんと一緒に、えーとまあ、手続きをしに行ったんですけどその時に「あれお前16じゃなくね?」っていう風になったんですけども、まあ、なんとかなるでしょうってことで。 ごまあでも相当に若かったんで、まあ、戦地に赴くとはそういうことではなくて、まあ、怪我した人、まあ、赤十字にね勤めたんですねえ怪我した人を、まあ、搬送する運転手っていう仕事をやってたんですよはい、ね、そういうこともやってたディズニーですね、はい、この愛国心は、まあ、人志向につながるんじゃないかっていうふうに、えー、思いました。 はい、で、えーとそのまあ、従軍先、まあ、それがフランスのパリだったわけなんですけども、まあ、そこでも、えー、とポスターを描いたりですね、まあ、あと同僚にこう絵を描いてあげたりとかね、まあ、そういうことをしてやっぱりその絵というもの自体は、まあ、忘れることはなくずっとずっと愛して続けていったっていうことをしたわけでございます。でそこから 今度は、えー、就職っていうふうになりますね。まあ、帰国してアメリカにですねで。そこから、まあ、就職をするわけなんですよ。なんですけども、細かく言いますと、最初に就職してないんですよ。最初はもういきなりフリーでもう書きたい。漫画書きたいってことでですね、まあ、仕事募集してますってことで、フリーランスから行ったらしいんですね。しかし、仕事来るわけないですよね。だって完全に新人ですから。しかも超若いですから。ね。ということで、まあ、だいぶ極貧だったらしいんですけども、もうね、結構長い間、ウォルト・ディズニーは、 国賓に悩ままされます、はい、借金とかね大変なんですよ本当になんですけども、まあ、それで、まあ、それをね見かねたお兄さんまた出てきましたよこのロイお兄さんも非常に優しいでお兄さんの方はですね地元のね銀行に勤められてたんで優秀なんですねお兄さんはいまあディズニーにおいてもですねあの、まあ、財政面をね非常に助けたっていうのがこのねロイお兄さんなんでぜひねこれね覚えてください後編の方ではですねはいロイお兄さんにもね触れていきたいと思いますのでお楽しみに。 えっと、そのお兄さんの紹介で広告会社に入るんですね。横に数書い,ちゃいましたはいかもこうねすごいですよねディズニーがアイディア性に欠けるなども言われてたんですよ社内で、ね。びっくりですよね、はいまあ。そういうふうに言われてまして、まあ、仕事がどんどん減っていき、まあ、最後ね、まあ、更新しないようお前とってことで、まあ、結果的にクビですよねなっちゃうわけなんですよ。しかしかかこここで良ったことはい えー、アブ・アイ・ワークスというねこの方アニメーターなんですけどもこの方との出会いなんですよでこの、えー、とアブ・アイ・ワークスとね2人で、まあ、あの会社をまあ辞めてでそして、まあ、共同企業という形で会社を起こししまますす、はい、そして1ヶ月で終わりますこれどういうことかと言いますとあのディズニーが引き抜きに会うんですよ、はいえー、とウォルト・ディズニーですね、はい、引き抜きに会ってまあ会社にです引き抜きに会ってですねでそれによって やっぱりやめってことで1ヶ月を経たずに終わってしまうっていうねこのね切り替えのね展開の速さねここら辺って虎なんですかねはいびっくりしますよねやっぱ白思考ってのはもう本当にいきなり0から100100 100から0になったりするんで切り替えがすごいんですよ本当にでそれによってえっと次にえ働くわけなんですけどもそこで アニメーションというものを知るんですね。はい。えっと、まあそういう仕事をしたんですよ。今までは漫画描いてるだけですけども、そこからアニメ動く方に行くんですね。で、非常にディズニーはこれに、えー、感銘を受けたわけですよ。これは面白い、これはすごいと思ったんですね。え、そしてえっとどんどんハマっていき、でその会社の中では一分間映画の前に流れる一分間の動画というものを作るだけだったんですけども、それだけじゃディズニーは飽きたらずにえっとですね、もっと長い 短編の映画を作りましょうよっていう風うに思ってそれを社長に進言したわけですよダメそんなことする予算ないお前には任せられないってことでダメだったんですねしかしディズニーはですねこれを会社で仕事しながらなんと自宅でもスタジオを作ったんですよはい。で、そこで自分でも自主制作で短編の動画ってものを作ってましてもう技術はね出来上がったんですよじゃあいいよってことでなんと会社 やめますはいもう本当にすごいですよねやりたいことへのこのね一直線に行く感じ虎っていうのはもう本当にえっと動き出したらすすごいんですよ、うん、もうねこうと決めたら最後までやり抜く是非ねトラ編をね見直してほしいんですけどももうそれがもうずーっと書士貫徹でね出てるかなっていう感じがしますはいいで仕事をねやめちゃいます。 でそして最初にまた個人事事業として仕事を受けようんですねでそこで、えっと、その起業する時にね出資してくれた人一、えー、人はねお兄さんなんですよ。ここでもお兄さん出てくるまたでそしてもう一人が、まあ、地元のね、まあ、投資家、まあ、事業家ですね、まあ、その人の、えっと、お金っていうものを使ってこう「ニューマン劇場のお笑い漫画」といったねオリジナルアニメ作品を作ります。これね 投資してくれたこの人がね、このニューマンさんって人なんですけども、えー、その依頼で作ったんでしょうね、えー。この映画の方がですね、まあヒットしまして、あのまあ仕事がね結構増えてきたんですよ。で、そして個人事業だったんですけども、まあこのままじゃ一人じゃね無理だってことで、まあ人をね雇ったりとかして大きくしていって、でその中にもですね、えー、さっき言いましたこのねアブワイワークスさんがいらっしゃるんですけども、えそれが会社になっていきます。そしてさあこれからもっと行くぞと思った時に、え大きなね契約をするんですよ。えー、そのね契約したのはこの配給会社なんですけども、まあ今 そのくらいの、えー、と映画を作ってでその、えー、とお金をもらうって形だったんですけども、えー、作ったはいいもののその配給会社が倒産しましたなくなっちゃった、はい、それによって、ね、お金はねもういっぱいね機材も投入してるし、ね、作る製作費もかかったしなのに借金だけ残ったっていう形になって、まあ、非常にまたやってきました極貧生活に入りますどれぐらい極貧かと言いますとですね週一のお風呂、ね、びっくりでしょうはいそして、えー、食べ物はほぼ豆の缶詰 こういうい生活かなり極貧、ね、本当に、ね、ウォルト・ディズニーはね大変にね苦労したんですよ。まあ、しかしあのやっぱりね制作っていう方に、えー、ウォルト・ディズニーはですね非常に非常に没頭していったんで、まあそね、お金の、ね、やりくりっていうねそこにね頭がい、ね、かなかったんですね、はい、没頭しすぎた。でそれによってはどんどんね会社が苦しくなっていって、まあ、事業員もいますしね、まあ、それによって最終的には倒産という形で、えー、初の、ねまあ、倒産をね経験するわけでございます。 でもねこの時ねウォルト・ディズニーねなんとねまだ二十歳なんですよすごいですよね二十歳まででこの濃さ、ね、やっぱりねまあ偉人って感じですよねここまで,でねまあでもそれをね濃くしていったのは、まあ、やっぱりウォ、えー、ルト・ディズニーのね行動力圧倒的な行動力ね10歳からもう動き始めてますからね うん、もうううすすごいいいなっていうふうに思います、ね、しかし、えー、そこのねベースにあったものっていうものはこの「意識決定」ありますね羊そして「希望の小鹿」っていうねまあ人志向っていうものをね、えーとまあ、好きなものへの、まあ、力ですよね好きなものへの動くっていうこの力っていうのがまあすごかったかなっていうふうに、えー、思いました、えー、そこからね倒産しましたけどもそれにめげずもうね本当ディズニーのね一生って、ね、もう不屈不屈の精神って感じです本当にね、えー、そして 諦めるなんてことはなくですねそれがこちら映画産業ハリウッド、ね、ここにウォルト・ディズニーはですね次の場所として向かうわけでございます。 はい、えー、こんな感じで、えー、ウォルトディズニー前編いかかがだったでしょうか、えー、個人的に驚いたのはですね、えー、やっぱりねディズニーランド、まあ、ディズニーシー、まあ、これだけ、まあ、大きなものを作り上げたっていうね人ですからもうさぞかし大物志向、まあ、ペガサスとかねライオンとかですね、まあ、ここら辺かなっていうふうに思ってたんですけども調べてみたらなんと。 大物思考一つも入ってませんもうこれね相当驚きました、ね、イメージ力、まあ、そういう部分に関したら「子鹿」そして小、ね「子鹿」ねアイディア型がね入ってますねちゃんとねだからイメージはもちろんあったひらめきもあったと思うんですけどもそれ以上にやっぱり最初言いましたね圧倒的な行動力、まあ、これによって切り開いていったんだなっていうねそういうことがまあ歴史上からも、まあ、個性侵略上からも分かったっていう結果でしたねはい、まあ、そしてですね 狼何気触れてませんでしたけども表面にね狼いるんですよ、まあ、だから、まあ、やっぱり、まあ、メディアの前ですから、まあ、ニコニコ楽しいっていうね、まあ、そういった、えー、イメージまあひとしこあっちで入ってますから明るいっていうね印象がやっぱり大きいと思うんですけども結構本当にプライベートの本当にプライベートになった時に表面オオカミなんでもしかしたらウォルト・ディズニーは真顔だったのかなっていうふうに思って一人でクスッとしました。こんな感じででいかかがでしょうか ここからですね、ハリウッドここからでねウォルト・ディズニーがねどんなことを乗り越えていくのかそしてその陰にはね動物のねどんな影響があったのか是非後半を楽しみにしてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうそれではまた